鬼押し出し縁起押し出し縁は、群馬県東郡妻まご村にある公園である。一帯は1783年に起きた、浅間山の噴火の際に流れ出た溶岩で、膨大な量の溶岩が風化した結果形成された、気象を巡回できる。経営母体は株式会社プリンスホテル。園内には、東京上野の官営寺の別院である、浅間山観音堂が設置されている。これは、 浅間山噴火の犠牲者を弔う目的で1958年に誕生された。西部グループの母体となった箱根土地創業者の包み、安次郎が1919 19年にこの一帯を訪れ、すでにリゾート地として知られていた軽井沢に比較的近い立地を生かして観光開発の対象とすることを目論んだ。箱根土地参加のくつかけ遊園地株式会社は1920年、 鬼押出し6里が原の国有地80万坪の払い下げを受け、翌年から道路整備を進め、1928年にはバス運行を開始するなどの観光開発を推進した。1935年には、園地内の遊歩道整備と木造三層展望台の岩屈ホール建設が行われている。1951年7月1日、現行の鬼押出し支援として、 営業を開始した。太平洋戦争後も西部グループによる観光開発が継続されたが、1950年代、各地の観光開発で西部と対立してきた東急グループが北軽井沢地域にも進出、鬼押出し市の一部で、国土開発の鬼押出し支援南側にある長野原町長誘致を開発して鬼押出しし 浅間園を1963年に開設。以後2015年現在まで競合する同種の自然公園施設2つが並立する状態になっている。鬼押出し園は隣接する浅間園について一般には言及せず、公式には特段の案内も行っていない。これは浅間園の側も同様である。鬼押出し溶岩流の範囲鬼押出し市の溶岩は、 普通の溶岩と考えられてきたが、火災物が火口周囲に堆積し、溶解して凝固しながら流出した特殊な溶岩であった。天明屋間山噴火も普通の噴火のように軽石の噴出、火災流、最後に静かに溶岩が流出したと考えられてきた。しかし、鬼押し出ししの溶岩には普通の溶岩に少ない鉱物の結晶が破砕されたもの、 山を構成する岩石の断片、酸化した火災物を多く含むことは、金沢大学や日本大学のグループが独立に指摘してきた。これらの特徴は、爆発的に吹き上げられた火災物が積もり、休憩者のために流れたとすると説明がつくという、鬼押し出し園と浅間山。中央の道路は鬼押しハイウェイ。ありがとうございます。